讲师带着学员重复着一和乌的声音，练的不是发声，而是要练出完美的微笑。日本三月中松绑口罩令，不少民众这才发现过去防疫戴着口罩生活，脸部表情变少，已经忘记怎么微笑，如何以表情与人互动。因此有业者开班授课，传授微笑的诀窍。まだこれから考えます。今日はもう本当に初めて。使ってなければ動かさないと硬くなると思います。授業というより、やっぱりこの毎日少しでもこの今教わったようなことを続けていくっていうことの方が大切なのかなと。微笑讲师分享练习微笑有三大要点，嘴角要上扬，露出上排八颗牙齿，脸颊随着嘴角上扬而变圆，因此需要运动到脸部肌肉，再来眼睛也要展现笑意。笑顔を見ると笑顔になりやすいというふうに私も考えています。それは、ミラーニューロン効果という心理学の効果でも実証されているというふうに言われております。课程中镜子必备，学员看着镜子练习，也透过电脑软体检测自己的微笑表情。微笑训练课程尽管要价约7700元日币，将近新台币1700元，并不便宜。但是业者表示，报名人数相较去年以倍数成长，报名的人以求职和临柜第一线的服务人员居多。中央社综合报道。